聞くのが早い。住まい相談は住んで。はい、住んで埼玉です。本日は千葉の路線図について、路線図を見てちょっとお話しできればなと思います。まずね、僕埼玉で生まれ育って、大学とかはね神奈川とか東京だったから、千葉県にね、まあ、そんなね行ったことないわけですよ、そもそも。だって行くときなんかさ、ディズニーランド行くっつってもあれほぼ東京だしさ、千葉にさ行くみたいなことってさあんまなくて、自分の人生の中だと。だからね、千葉ってね、特にね、僕のよくわからないエリアとしては船橋ね。船橋ってよく聞くけど、実際船橋が何なのかとかはよくわかってない。船橋って何ですかみたいなことは結構あるから、ちょっとね、そこら辺も踏まえてね、ちょっと路線図を見ながら、なんか位置関係とかをちょっと整理していきたいなというふうに思ってます。なんかね、埼玉はマジでわかりやすいなと思ってて、埼玉の電車っていうのは基本的に池袋に行くためのものなんですよ。池袋にみんな集中してるんですね。埼玉っていうのは。で、一方で、伊勢崎線とか TX とか別だけど、ほとんど全て池袋に行くためのものなんです。だって西武池袋線もそうだしさ、東上線もそうだしさ、埼京線も池袋に行くためのものだし、昭和新宿ラインも池袋に行くためのものだしさ、そうなんですよ。ほぼ池袋に行くためのっていう分かりやすさがあるんだけど、千葉の場合は、なんかね、どこに行ってんのかよう分からんっていう。でもなんか例えば北千住とかは一つあれになってるよね。常磐線のもう北千住に行くし、TX も北千住に行くし。だから埼玉のなんか、池袋的なものが、千葉で言うと北千住的な感じ。で、ただ船橋とかの人は、全然、北千住とかはあんまり行かないと思うので、そんなにつながりがないと思うので、どうなの？船橋の人とかは、でも船橋が栄えてるから船橋で完結しちゃうのか。錦糸町とかにわざわざ行くのかな？買い物とかで。わかんないけど。それか総武線快速乗っちゃえば東京駅とか丸の内とかね、八重洲も行けちゃうから、そっちまで行っちゃうのかもしれないですね。なんでそんな印象で、船橋もマジででかくて、総武線快速だけじゃなくて京成船橋とかもあるし、でしかもその隣に津田沼とかもあるし、もう津田沼ってなんやねんみたいな。あのね、津田沼って習志野市らしいんですけど、習志野市ってなんだよみたいな。両方わからんみたいな。津田沼ってどこやねんみたいな。なんかサークルの時も後輩に津田沼から来てるみたいなやついたけど、津田沼ってどこやねんみたいな。実際に行ったこともないしね、津田沼。いや、行ったこと一回はある、乗り換えで行ったことあるんだけど、あんまりわかんない。やっぱりそれ、やっぱ住んでたりしないと。僕も不動産仲介業やってるからさ、津田沼はまだねご縁なくて、実は。でも、海浜幕張とか、鳥さんの中華やったでしょ？あと、ケミガワ浜とかも、僕のお客さんで中華やったんですよ。で、そういうので、徐々に、馴染みは出てきてるんだけれども、津田沼に関しては、触れられてないから、まだね、ちょっとわかんないっていう感じ。京成線とかもあんだよね。なんか、埼玉と千葉の大きな違いでね、埼玉はさ、JR 沿いは JR しかないよ。だから、京浜線と埼京線しかないじゃん。その近くにさ、私鉄みたいな通ってないの、基本的に。でもさ、千葉の場合は JR のそばに京成線とかの私鉄とかもあるから、もうなんか余計わかりにくくなってるなっていう感じがする。なんか JR と私鉄がなんかすごい入り乱れてる、千葉は。で、埼玉は役割分担がしっかりしてるみたいな。で、それを武蔵野線がつなぐみたいな感じだから、千葉はね、やっぱり覚えづらいよ、これ。なんか、わかんない、なんか。これはやっぱ、海があるから、あと、普通の港があるから、つなぎたがっちゃって、こっちゃになってる。そうそうそう。埼玉は、東京の二軍だから、基本的に。考え方として。東京に、労働力を供給するための県だから。千葉は、なんか、独自で色出してるから。千葉はなんか、千葉の中で完結しようとしてるみたいな。独自路線を突き進んでて、埼玉に関しては完全に東京をバックアップするチームみたいな感じだから、そう。そんな感じがする。だから東京を J1 としたら、まあ埼玉は残念ながら J2。で、千葉はなんか他の違うスポーツしてるみたいな。サッカーでもないみたいな。フットサルしてるみたいな。そういう感じがするわ。
だからね、何回も行ってもね、あんま覚えらんないんだよな、マジで。で、市川とか本八幡はもう完全に東京と一体化してるような感じだからね。うん、江戸川区と一体化してるからね、浦安とかも。そう、だから、結構まるっとは語りづらいよな、非常に。外房線とか内房線とか聞いたことある、うん、あの、千葉の、あの、千葉くんの腹のところ。腹のところ。そこら辺の茂原とか行ったことあるけどな。なんか、海水浴で、高一の時に地元の友達と行ったりはしたけど、そんな感じだよな。あとは馴染みがあるって言ったら、木更津なんじゃない？アウトレットあったり。アクアラインでさ、川崎からもすぐ近くに行けるからさ。道路までもすごいですよね、やっぱじゃあ。アクアラインもあるし。海ホタル。そう、だから、アクアラインがある、アクアラインっていうか海ホタル、うん、海ホタルはそのアクアラインの休憩所か。だから、あれがある木更津っていうのは、僕もね、東京で賃貸で暮らしてる時もよく行ってたんで、木更津は。うん、最近もね、よくお出かけってなったら、じゃあ木更津行くかと結構行ったりする。それはね、やっぱり高速のアクセスがいいからですね。うん、車では行くから、電車ではあんま行かないから、そういう感じ。最近さ、なんか車で元屋とか行くけどさ、あのさ、外観乗って、今まではね、三郷で泊まってたのが、それが、外観が5年前ぐらいに延伸したんだよ。そう。それで、あの、市川の方とかに埼玉からすごく行きやすくなったんだよ。ここ最近すごい車だと、なんか便利になってるなっていう感じがする。千葉って一回なんか東京行ってから行かないといけないイメージ。そう。電車だと。でも、その外観とかが整備されて、埼玉から直接行けるようになっていて、結構思っているよりも近くなってんなっていう風にはすごく思った。まあ、そんな感じですかね。っていうところ。あと、千葉ニュータウンとかはよく行きましたね、去年。ご縁なく仲介できなかったんだけど、千葉ニュータウン中央とか、印西牧之原とかね。もう、聞いたことないでしょ。あんまり。名前の通り新しくできた場所。そう。でもまあ、3、40年前に、っていう感じで。だからね、新興住宅街が多いんだよね。その千葉ニュータウンとか、ユーカリが丘とか、てか海浜幕張とかもそうだよね、ケミ川浜とかも。だって TX の流山大高の森も柏の葉キャンパスもこの10年とかだからね。だから千葉県っていうのは、実は、やっぱ新しく、こう、どんどん作られた街が多い。もともとは、その、山とか、なんか大地とか、なんかそういう自然が豊かな場所だったから、本当に何もなかったところを切り開いて鉄道を通して東京通勤できる人の街にしてるみたいな。でも一方でね、埼玉とかって中山道っていうのがもう江戸時代の時から作られて、浦和も宿場町だったし、鴻巣も宿場町だったし、昔から人も住んでるし、昔から駅前にある程度なんか建物もあったから、そんなね、大規模な開発っていうのが、埼玉の JR 沿いとかだとあんまできなかったんだよね。千葉はむしろスペースがたくさんあったから、そこを開発していったみたいな感じがします。まあ埼玉の施設沿いもそうだけどね。まあそんなような印象を持ちました。ということで、千葉県の路線図を見て、ぼやくというところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。